てまいりました。早速もしてませんけどね、ボタボタ出てまいりました。本日は本当にありがとうございます。最初からいらっしゃるお客さんも何人かでした。大変なもんですね。まあ、我慢強い方がいらっしゃいます。まあ、私で最後でございますんで、どうぞ安心して、気持ちをしっかり持って、最後までお楽しみいただきたいと思います。知能交渉という、江戸時代、誠に厄介な身分制度がございまして、これの一番てっぺんにいるのは、いわゆるお侍さん、武士でございますね。この中でも特権階級がございまして、五大名という、これはもうご家来衆が、何でもご無理ごもっともってね、言うことを聞きますから、何一つご不自由はなかろうと思うんですが、そこはまあ人間でございます。お悩みというのがこのお殿様のお悩みの一つに、ご本妻に拝まないと、血統が絶えるということを言いましてね、まあ、当時血統なんてを大変大事にいたしまして、血統が絶えると、そこはまた腹は借り物だなと勝手なことを言いましてね、俗に言うおめかけでございますね、まああちらの方はおめかけとは言いませんね、お部屋様と、まあいわばそばめと言いますかね、側室でございますね、これを持ちますが、これはまた側室といっても、ね、子供を産むだけでございますから、もう体丈夫意識でね、顔なんかどうでも良さそうなもんですが、そこはそうはいきません。いろいろご覧にかけるが、なかなかお気に召さないということ。ある時ご長官をこうお籠でお通りになりました時に、お籠の中で目についた女性がいらっしゃる、あの夫人ならという、早速お宅へこう交渉にご家来衆が参りまして、すぐに支度金が下りて、お座し、ご奉公ということに相なりましてね、まあこれはもともとご器量好みでございますから、すぐにお手がつきます。一日か経って、玉のような男の子、男子ご出生の誕生という、まあ、このお喜びは一言ではございません。これはもうお世取りができたんですからね、もう大変な喜びでございまして、このおつるちゃん、なかなか利口者でございますがね、今まで、おつるちゃんとかね、おつるさんと呼ばれてたのが、にわかにこうお部屋様、おつるの方様というお上通りの扱いとなりまして、ある時お殿様におねだりをいたしました。私に一人の兄がございます、どうか、ご感化の折におめでとうと玉井と存じますね、御前陽子で、ね、鼻声でこうつついたんですね、お殿様の方も、おじゃあ鶴の兄八五郎を呼び出せということになります。こうなりますといつも厄介を被るのが、大家さんでございましてね、おいおいおい、あべこべだよ着物着方が、本当に着物着方も分からんねん、しょうがないな、ばあさん見たね、孫にも衣装だ、どうやら格好がついた、あの羽織の紐はもうちょっと元を結ばれちゃってるぞ、じゃあお前あの屋敷行ってこい、行ってこいだかな、向こう行ったら言葉を丁寧にしなきゃいけねえぞ、大丈夫だよ、分かってない、やっつけろ、なんだやっつけるって、ねえ、ぶっくらされたら大丈夫、なんだよやっつけるってぶっくらされる、そういう言葉を使っちゃいけねえんだよ、うん、そういうことを使っちゃいけねえのかよ、口がいけねえ、こんなことは頭に同じをつけて下に立てまするのです、それとね、言葉と丁寧に聞こえるんだ、ああそうか、なるほどね、おったてまする、おったてまするってやつだね、本日お招きに預かりました大工八五郎でございます、よろしくお披露引きの方へご案内立てまする申し上げます、こういう、ああ、あった、行ってくれよってんで、やっこさん、赤い御門の神様というね、13万2000石のお大名のところへやってまいりまして、ね、話が通っておりますからすぐに、座敷に通されます。広い座敷だね、これは。え？畳の数だって大変なもんだ。ああ、家賃だって安くねえぞ。お、なんだよ、すごいなんか立派な人出てきたね。こんにちは。なんだい？おや、殿様い？拙者は当家の用人、田中三太夫と申す。御前に申し上げたるところ、すぐにお目通りがかなう。本当にありがたい話である。ねえ、今日はいい塩梅のお天気で、何も天気のことは
申しておらん。御前に申し上げたるところ、すぐにお目通りが叶うという、本当にありがたい話である。御前間近であるから、土玉を下げ。御前間近であるから、土玉を下げ。わからんやつ、御前間近であるから、土玉。何をするんだよ。え、こうしてるのかい、本当に。うんだ、頭なら頭っていいじゃん。土玉は土玉ってわからねえ。ねえ、こうしていいのね。え、わかった、こうしてるよ。シーッって言ってね、アパンゴションベキセイじゃん。ご先間近で体勢を走ってはならん。ご出座である。それながら申し上げます。お鶴の兄八五郎、これに控えおりましてございます。おお、鶴の兄八五郎とはその方であるか。要は赤い御恩の神であるぞ。この度鶴が男子一生をいたし、要は跡取りである。この方は誠に満足であるが、当時八五郎、その方はどうじゃ。これ八五郎、いかがいたした。八五郎、他の者はお知りあるか。サクターを見て、サクターを見て。え、ぶて、いいのかい、ぶて。早くぶて。知らねえ、ほんとに。これこれ、いかがいたした。いいのかな、このおじさんがね、そっぽをぶて、そっぽをぶてって言うからね。おかしいと思ったんで、だからいいのかって念をしたら、早く打てって言うからね、今日はやくさん、買っ倒したの。即答いたせと即歩打ての間違いである。三代を許して使わせ。お答えを申し上げ。え、なんか言うのかい。なんかそうか、そう言えないじゃん。即歩打て、即歩打て。悪かったのに痛かったね。え、なんかいいのか言って。大丈夫かよ。え、言ってこんにちは。本日は結構なお天気様で騒動を立てまつりました、手前は八五郎さん。自分に様子つけるやつが。お鶴様が砂利が飛び出し立てまつりまして、誠に明太かし強行禁言お稲荷さんでございます。他の者が申すことは世にはわからん。おめえの言うことは殿様にお分かりがねえ。わからねえ。そりゃそうだろう。言ってる本人はわからねえ。その方は、かさすものとかねより聞き、かねてより聞きを読んでおる。世が前に出たときは、言葉を丁寧にいたせと申しつかってまいったか。本日は無礼講じゃ。こういうに物申すごとく申してよろしい。無礼講じゃ。許す。ありがてえことじゃ。ありが、なんだよ、お前さん、さっきから一人でありがたかったんだよ。わかりしねえ。え、なに、なんだ、こういうってのは。友達、友達に、喋るように、喋っていいの？そう言ってんの？殿様？苦労人だね、どうも。驚いたよ、今日はもう。こんな堅苦しい思いしたの。まだ初めてだよ。朝から足がしびれちゃう。待てよ、ご、あぐらをかくす。よいよい、三代を捨ておけ。はぁ、ね。殿様の目だけど、ほんとこ、博打ですってんってんなんだよ。手も足も出ねえんだよ。しょうがねえんで、カッパ屋の2階くすぶったりしたらね、大家が呼びに来て、早く屋敷行ってこいってんだよ。え、何があったんだったら、おするのはお前ちゃんガキ引いたしか。まあ、こっちへ来るったってさ、着るものありゃしねえんで、尻切り番店じゃダメだってんだよね。しょうがねえんで、大家が俺の貸してやるから着てけってんでね、上から下まで全部大家の着物なんだよ。全部借り物だ。ふんどしまで返し。てめえのものは何もありゃしねえんだ、一つもねえんだよ、本当に。情けねえったってありゃしねえんだよね。なんだよ、屋敷行くとどうなんだったら、レゴだってんだよ。レゴってなんだったら、リャンクだって2本出したからね。ああ、2貫もくれるか言ったらそうじゃねえか。うまくすりゃ侍になれるんだ。なんだか、侍になれるってどうだって言ったら、ああ、重くろく頂戴ぐらいあるだろうって。重くろくが何だって、銭をくれ。いくらくれって言ったら、まあ、どんなしみったいでも50両、コン。いよいよ。三代を控えておれ。あ、なんだよ、ね、この三ちゃんうるさいね、どうも。さっきからこっちがなんか、そのケツってついてね、わけのわかんないけど、パー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 言ってやるね。よくいいの、買っとくね。買っておくと面白いこと。笹は食べるか。え、よしよし、せっかくだけど。馬じゃねえ。
酒のことで酒ありがたいねどうも、ね、酒には目がねえんだようちはもう浴びる浴びる膳を取らせよおかねてからご用意でございますからお女中衆がお膳をこう八分に持ちましてさっと参る大したご馳走だねあなんかまだもういいよもうそんなに来たって食えやしねえんだちょっとさ止めてくださいよ持ってきた少年だからさ、持ってねえから食えやしねえんだからお互い義理は一個よしにしましょうこれだけの野菜をしょってても大丈夫ら苦しいんだろよいよ三代を控えておる釈放してつかわせえ何おばあちゃんお釈してくれんの悪いねえおばあちゃんのお釈なんでおばあちゃん言っちゃいけねえなんてのご老女様ご老女様ってのこの人ご老女様ってババアじゃねえはいああそれな杯ってのこんな大きいのにもらったことはねえやな飲んだことねえうまいねと慣れてるねばあちゃんじゃあいただきますいい酒だねこれ巻いちゃってるのかい巻いた口が余ってるね安くないぞこれこれ一合いくらさんひどいやつやろすきっぱらに大杯で五六杯一気に煽ったもんですからすっかりやこさんいいことになりましたねそうだすいませんね今日はねすっかりごちになってきたね本当のこと言うとね今日は来るの予想が通ったんだよそれはそれで初めて行くのにさ、佃の一つを持っていかなきゃみっともねってそう言ったんでした、大家そんなのいいんだからすぐ行ってこいってやんなよああ、野面じゃ行きにくいやなとなんだね、父さんはいい身分だね三回の珍味を食べてうまい酒を飲んでいい女をこてこなんだよおつるじゃねえか笑ってやんなつるべえだねちゃんとバカそこにいるならいるで腹から言え道がちょっとじゃねええおめえなんだってな赤ん坊産んだってじゃねえねえ男の子だっておふくろ喜んでたよ初孫だってもう喜んで長屋中を取って歩いてんねよおつるが産んだ子だからさぞかわいい子だろうが相手がご大名じゃ会いに行くこともできん身分が違うてのこんな悲しいことだってねおふくろメスメス泣いてやんのよ俺それ見てなばあさん返すんだって言ってねうん父さん一つよろしくお願いしえ兄貴はこんなだらしがねえがああ気立てのいい子で親孝行で末永く可愛がっちゃっておめえもなんだぞ殿様しくいっちゃダメだぞなんて、ね、笑いのつやねえだから殿様すいすいなく大変だってもらわなくちゃいけねえお前は子供を産んだぐらいでおめえ威張っちゃダメだよ腰を低くして皆さんから可愛がってもらわなくちゃいけねえよってね来るときおふくろはそう言ってたね俺は今日は行くことはできねえがおめえ向こう行ったらおつるがどんな様子だったかよく見てきて帰って教えてくれって言ったらなああおっかいそう言うぜおっかい安心しねああ豪気なもんだぜ竜宮城のお年目さみてだったなまあまあそれ聞いてまた泣くだろうなありがてありがてなお前はこんなに立派になってなんだよ酒が湿っぽくなってさそうすると景気直しに歌でも歌うか何か沈下があるか変なこと言ってる男だよ進行ぐらいねそうじゃね珍しい歌そんなものは知らねえがねどどいつにはいい文句あるねこの酒を止めちゃ嫌だよ酔わしておくれまさかシラフじゃ言いにくいってね
因果同士か固く